マック魔改造選手権。どうも、メッシャーのせと、ハルキと、カイトと、モッチです。はい、というわけで、マック魔改造選手権でございますけれども、はい、はい、まあ今かなり飽和状態にあるこのマックの味をですね、うん、僕らの手を加えてね、味変していこうという企画でございます。要はまあ僕がね、この企画のね、まあ、根本にありますのは何かと言いますと、そのマックっぽさっていうのがあると思うんですよ。そのうわマック食ってるみたいな、はいはいはい、だからビッグマック食ってたらうわマックだみたいな、そこを逸脱しようと、その味変によってね。なるほど。それでもう次のステップに進むことによってもうバカ売れ売れんの？あ、じゃあもうあれなんだ、マクドナルドに提案をしてるんだ。あ、もうそうだよ、もう。あ、なるほど。あ、提案動画、提案動画。あ、なるほど。これ見てやれよ、やっていいよっていう、それで特許もらってガッと稼ぐっていう動画なんですけど、いつも通り新世紀チームとミレニアムチームに分かれまして、まあ、対抗というわけではないですけれども、ちょっとお互いのね作品を見せようかなということで、まあどちらがマクドナルド社に認められるかってことですね。あ、そうですね、まあそこのバトルでもありますよね実際は。ということで今回はマクドナルド魔改造選手権やっていきます。やっていきましょう。よし、はい、ということでね、はい、本日も始まりました、はい、ミレニアムだよね、俺らね。そうだよ、ミレニアムクッキングのお時間でございます。はい、ということで今回は何を魔改造していくんだい、ということでね、出してください、加藤くん。皆さん大好きなビッグマックですね。オープンザドア。まあ素晴らしいですね。そうですね、ビッグマックですね。まあこれはおなじみのビッグマックということでね、こちらも置いておきまして、はい、今回和風のビッグマックを作っていこうかと。はい、完全なる洋風料理ですからね。洋風、まあそうですね、アメリカンからこう脱出することによって、まあ、日本人向けのねこう味を作って、もうバカ売れ、ガッポガッポということでね今回何を使っていくんだいというか、ね、至ってシンプルですから。うぅー、大根ヒシカキンさんすんネクスト、うぅー、バンズーということでねこれね、見たらわかるでしょ。これ大根おろしをね、このバンズとパティの間に挟みまして、そしてポン酢をねかけることによって、まあ、和風になるんではないかと。それではやっていきましょうということで、とりあえず皮を剥いてください。皮を剥くためには半分に切りましょう。安全に、まあ、適当に半分に切りました。よいしょよいしょ。はい、今回綺麗に剥けたということで、すりおろしてください。はいよ、スレ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 、おらー、大根が削れるんだぞ。オッケー、ということでね、大根おろしができたので、はい、乗せていくぞ。乗せろ。でもけんとね、一発、おおすごい、なんかびっくりドンキーにある感じのこうおろしハンバーグ、たっぷり乗せ、たっぷり。ということでポン酢をね、いきまーす。あげろー、シュッ。まあこれがねビッグマックソースの代わりになるわけですから、ちょっと濃くてもいいんじゃないかなって。そうだ、ちょっとこれぐらいがちょうどいいですね。こんぐらいにしておきましょう。はい、そしてラスト仕上げでございます。はい、こちら大葉をね乗せていきたいと思います。はい、そしてこれでバンズで蓋をすれば和風ビッグマックの完成だぜ。できたぜ、完成しました。マックマックだって、ビッグマック。よし、いくぞ。しご新世紀チームです。はい、というわけでですね、はい、マクドナルドって日本に流入してきてからもう結構経つわけですよ。そうですね、結構経ちますね。そう、でもね、いくらアメリカの会社とはいえ、やっぱどんな店でもこう輸入されてきた店って日本の文化を取り入れたメニューがあってもおかしくないと思うんです。でもマックにはあんまりないじゃないですか。根本のバーガーの部分ってほぼほぼないと思うんですよ。はい、でね、日本にはねこういうねライスバーガーっていうものがあるんです。はい、これマックに活用したら美味しいよね。間違いなくうまいんじゃねえの。そう、そう思いまして、はい、今回はねマックのあるハンバーガーのバンズをライスにしていくという作戦でございます。はい、ではね、今回買ってきたバーガーはですね、まあ、こちらの照り焼きチキン、照り焼きチキンバーガー、食べたことないんか分かんないんですけど、はい、この照り焼きチキン、これはモッチチョイスなんですけど、なんでかっていうと照りソースみたいなのが一番米に合うんじゃないかと思いまして、これを買ってきたらしいんですよね。そうですね。で今回ライスバーガーのライスバンズも一から作ろうと思ったんですけど、うまく作れる自信がなかったので、まあ冷凍食品のライスバーガーのバンズ部分を拝借するという形で作っていきたいと思います。早速やっていきましょう。じゃあまずね、このライスバーガーを解凍していきます。はい、チンか、チンですね、チンか。じゃあこちらの照り焼きソースを剥ぎ取っていきたいと思います
やってて完成されている。大きさ大丈夫いやまあ大丈夫だよ。じゃあね、まずこれをね取ります。はい、でこれを乗せますサイズ感がさ、なんか何このサイズ感、わかるかな、わかるかなでこれをひっくり返しますね。はい、剥がします。はい、でこれを乗せます。完成でーすひどいひどい。これは待ってください。はい、日本人は手で食いますか、食べ物。いや箸で食べると思います。ですよね、はい、日本人が手で食べる日本食っつったらおにぎりぐらいですよね。まあ行って寿司とかね。ですよね、はい、基本的に何かその器具を使うじゃないですか。はい、ハンバーガーを手で食べなきゃいけないという固定概念をなくしましょう、うん、これは箸で食うもんだと。なるほどね。だから別に崩れていても問題はない確かに。ほらでも日本で美を意識しませんか。これは美です。美ですか。というわけで親戚チームの魔改造完成でございます。ということで作り終わりました。はいはい、はい、じゃあまず僕らのミレニアムチームから発表していきたいと思います。はいはい、いきます。オープン。おっと何も変わってない。何も変わってないぞと。そう、どこが変わったのかと言いますと、はい、その答えはこのバンズをね開ければわかります。なるほど。オープン。いやー何これ。こちら和風ビッグマックです。あマックはやっぱアメリカンというね主張が強いと思うんですよ。なんでじゃあ日本風にね直したら僕らのね舌に合うんじゃないかという。はいはい、なるほど。ものでございます。ちょっと僕たちの持ってきてください。行ってきます。それでは目をお開けください。なんだこれは。バンズの部分をライスバンズにした照り焼きマックバーガーでございます。おー、なるほど。うまそうだなこれは。普通に発想はね一緒ですよね。うん、マックに日本風味をプラスしようということで。なるほど、焼きおにぎりバーガーみたいな、ね、まあ、そうですね。はい、今日はあれですよね、マクドナルドさんから来てるんですよね、採用社員の方みたいなのが。あー、そうですね。その人に判断してもらう、どうですか。あ、それでいいと思います。はい、ということでこれを食べていただいて、どっちがね採用にふさわしいかっていうのをね、うん、ちょっとその人に決めてもらおうか。じゃあお呼びしますか。はい、はい、マクドナルドさん。あ、すいません、わざわざお呼びいただいて。あ、お座りください、はい、お座りください。はい、すいません、見切れてます。あすごく見切れています。あ、すいません、マクドナルドです。ということでですね、はい、こちら僕たち新商品考えてきたので。あ、はい、お話を伺っております。はい、ありがとうございます、恐縮でございます。その下でね、ちょっとこちらを判断してもらおうかなと。どっちが採用にふさわしいかちょっと、はい、あ、はい、決めてもらおう。よろしくお願いします。あ、全然わかりました。はい、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、はい、ちょっといただきますね。はい、ですね、はい、まずはちょっと次我々の、あ、お願いします。ください。感想を言ってからじゃなくて。いや、もうぜひお願いします。お願いします。これでもういいんで、感想とか。わかりました。もう僕らからしたらどうでもいいんです、そんなことは。まずちょっと味に確証がないとダメなんでね。はい、はい、いただきます。はい、はい、決まりました。お、はい、まずこうですね。はい、2品の中にうちの方でねちょっと手を加えて販売したいなって思った商品があります。おお、これは嬉しいですね、はい、どちらか発表してください。うちの超有名マクドナルドで販売させていただきたい商品はライスバーガー。あー、何これ